ばんは、おやじです。今日はね、8月の、20日、20日ですね、仕事が終わって帰ってきて晩ご飯の時間です。今日はね、土曜日なんですけど、明日もお仕事になっております。そんな今日ね、こちら30% 引きだったんですけど、サーモン尽くしを買ってきました。サーモン好きなんでね、こんな感じでね、4種のサーモンのね、お寿司が入ってますね。ずれちゃったね。こっちが表かな、こっちから見るとこんな感じです。炙りサーモンですね。で、なんだろうね、ネギトロみたいなサーモンの中落ちみたいな感じでガッ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 ってやってますね。ガッ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 やからよくわかんないです。で、あとは普通のサーモンと、これまたちょっと違うのかな、ノルウェー産っぽい色ですね。これがネギサーモンみたいになってます。それとね、ちくわ天、今日はね、マミーマートです。あと唐揚げ串、こんなのも半額だったんで買ってきました。これでね、やっていきたいと思います。はい、もうね、醤油をかけちゃいましょうか、先にね。あ、完全に伝ってってしまってますけど、量的にはちょうどいい量なのかな。ちょっとここに置いといて、お手手をふきふきして、で、わさび5ミリみたいになっちゃった。わさびもね、ちょんとちょんとちょん。やっぱりね、わさびはね、必要でしょう、お寿司には。わさびがあるとやっぱりね、違いますよね。はい、こんな感じでどうでしょうか。それではね、何からいこうかな。どれも好きだからな。炙りいこうか。はい、いただきます。うん、本当に脂が乗って、今日はね、暑かった。すごい雨とか降ってね、湿気がすごかったのかな。汗がもうね、止まらない。水分飲んでは出て、水分飲んでは出ててね、大変でしたよ。頑張りました、おやじさん。またちくわ天いきます。この間のね、声優とはね、ちょっと違ってね、こういう感じでね、青のりのね、青魚がかかったような。うん、やっぱり風味がいいね。美味しいです。唐揚げ串もいってみようか。これも半額だったんで、2本で100円です。うん、まあまあかな。普通にね、唐揚げあるんですけど、そっちの方が美味しいかもしれない。ちょっと安いからか。うん、じゃあ一通りサーモン食べちゃおうか。バランを取って、これいこう。ノーマル的なの。うん、柔らかい。これ柔らかいわ。やっぱり油はね、こっちの炙りの方がすごいね。これが若干さっぱり。で、わさびがいいわ。じゃあこれいこうか、軍艦。間違いないよ。うん、
油はねしっかり乗ってるんだけどね、きゅうりがね結構清涼感っていうかあっさりさせてくれるね。すごいな、このガリがでかいな。ほら乾燥してそう。ちょっと辛いね。じゃあこれいこうか。これ間違いないね、完全に絶対美味しいタイプのやつ。はい、美味しい。これ一等だね、やっぱりね。もう質が違う気がしますね、全然。美味しい。じゃあちょっと食べてきます。今ね、あんまり変わってないかもしれないですけど、ちょっとね、これとは関係ないものを食べてましたんで減ってません。ガリが長いの、ほら板もめみたいになってる。さ、さっきの順番でこれが一番あれかな。全部美味しいんだよ、全部美味しいんだけど、これが第4位です。うまい。普通にね、握り寿司セットの中に今のがあっても1位だね。次はどっちかな。これはもう1位なのよ。これはもう抜群の美味しさだった。こっちかね、こっち油が乗っててね、美味しかったね、炙りね。だけどこっちも油が乗ってて、きゅうりが良かったんだけどね。やっぱり海苔があるんでね、海苔の美味しさはあるんですけど、でもこれはまたこれで三味一体で美味しいんだよな。コードつけがたいね。油、こう、こっちが2位かな。で、こっちが3位なんですけど、ちょっと食べ方をね、油油になっちゃうんでね、こっちからいきます。これは2位です。炙りサーモン。うん。でも皮目のね、焼いてある香ばしさが美味しいね。これも今マックのコマーシャルやってるんですけど、マックシェイクの桃、あれこれ言ったかな、この間昨日言ったか、せっかくねマックに行ったんですけど、マックシェイクの機械をメンテ中だったんで食べれなかったっていう話です。言ったっぽいな。もうおじさん1日経つと忘れちゃうな。美味しい。イカじゃねえや、ちくわでも美味しい。どっからイカ出たんだ。うん、これいっちゃう、3位。軍艦サーモン、軍艦違いないですね。はい、そしたらね、一等の一位の多分ノルウェー産だと思うんだよね。この間ね試食でね食べたらすっげー美味しかった。間違いない。この油がやっぱりちょっと違うんだよね。うん、美味しい。やっぱり違うわ。ということでね、ちょっと片付けまして、こちら今日のジュースのコーナーです。まあそんなコーナーはないですけど、
トロピカーナもね、まあ、トロピカーナはあまり飲まないんですけど、果実の炭酸、トロピカーナは炭酸出てるんですよね。地中海スイーティーってことでね、これが90円だったんで買ってきました。これをね飲んでみたいと思います。トロピカーナってどこですか？キリンビバレッジですね。でちょっと飲んでみたいと思います。スイーティーって要はグレープフルーツみたいなやつでしょ。あんまりプシューって言わないね。香りはねスイーティーですね。それではいただきます。あんまりね強炭酸ではないです。とっても飲みやすいですね。あっさりでねすごい飲みやすいわ。でこれよく見るとね、クラッシュ果実バルプ入りって書いてますね。これどういうこと？実ではないのかな。あ、飲む前にね一回逆さにしてくださいって。そんなのはね言ってくれないと分かりません。これであれかな、果実が来るのかな。そうだよね、果実の炭酸って書いてるもんね。ちょっともう一回ひっくり返して。よくわかんないですけどね、美味しい、結構美味しいです。さすがキリンビバレッジさんですね。はい、それではね、サーモン尽くし、ちくわ天、唐揚げ、ごちそうさまでした。バイバイ、明日仕事頑張るよ。